彼女のことは本当好きだったし、ずっと一緒にいたいって思ってたけど。もしかしてだから今日誘ってくれたの？なんか一人でいたくなくて、仕事してても考えちゃうし、ほんと30過ぎて何やってんだって感じだよね。原くんの柱は彼女だけだったのかも。だとしたら一本しかない柱を失ったら。高坂さん、まだ時間大丈夫？大丈夫。じゃあもう少し静かなとこ行かない？え？二人きりになれるところがいいんだけど。ちょっと待って、それって。